小宮山悟るは、千葉県柏市出身の元プロ野球選手、野球解説者、野球評論家、早稲田大学野球部監督、日本ソックモンキー有限責任事業組合理事、日本プロサッカーリーグ理事、請求力が非常に高いことから、投げる精密機械、ミスターコントロールなどと呼ばれた。風よけのアイウェアと独特のセットポジションが特徴。上記のように、 J リーグの理事を務めたりするなど、サッカー好きであり、特に試合やイベント、さらには、クラブ広報のブログに登場するほどの、柏レーソルサポーターとしても知られる。柏市立柏第四中学校から、芝浦工業大学柏高校へ進学。その頃、平安した千葉県立柏南高等学校には、不合格となった。高校時代に、 テレビで見た東京六大学野球に憧れ、高校の教員から、早稲田大学向きだと言われたことで同校を志望。芝高大歌は高校卒業後、代々木ゼミナールで二浪して、早稲田大学教育学部に入学し、野球部に入部。浪人を経験しながら1年からベンチ入り、2年の秋からエースの座に着く。3年の時に監督となった石井連造の厳しい指導が、 野球と自分自身を見つめ直す大きなきっかけになったといい、石井監督を人生の死であり神様のような存在と語っている。浪人中は100メートル先の自動販売機にも、原動機付き自転車で行くような生活を送っていた。予備校へは定期券で通っていたため、途中下車した街を散策するなどしていた。慶応義塾大学の大森剛氏との対決は、 総計戦の花と呼ばれた。大森は3年の春にはリーグ打率の更新、秋には2シーズン連続首位打者が期待されていたが、そのいずれも小宮山によって阻止されている。その秋の総計戦ではチームの勝利優先のため9回裏に大森を敬遠して勝利する。この試合は4年生のためにも絶対に勝つと誓ったマウンドであり、小宮山は 敬遠をするつもりだったが、4年生が勝負を求めてくれたことに思わず、涙を流した。小宮山は勝利のためにおずしながらも敬遠を選択するが、この出来事は、境内応援団の野次に涙を流したと、事実とは違う報道をされた。4年次には首相を務めている。大学4年間で、通算52試合に登板し20勝10敗、防御率1.85。 165脱三振なお、アセダでは、教職課程を取り、教員免許を持っている。1989年のドラフト会議で、ロッテオリオンズから1位指名を受けてに入団。プロ1年目の1990年は先発、リリーフで、フル回転し、9月度の月間 MVP を受賞。勝ち星は6勝ながら、防御率はリーグ4位の3.27。 チーム最多先発登板と最多投球回数を達成。チーム事情もあり、すぐにエース格となった。また、ルーキーながら日米野球の代表選手に選ばれ、後にチームメイトになるフレオ・フランコと対戦する。この年は村田長寿の引退年でもあり、同じチームで1年間様々なことを学ばせてもらい、また村田のトレーニング量の多さに驚愕したと語っている。 小宮山が過去のことを振り返る際にはほぼ必ずと言っていいほど村田から受けた影響の大きさを話している。1991年は千葉移転前のロッテ球団として最後の開幕投手を務めシーズン初の2桁実勝を挙げる。一方で負け数も16敗リーグ最多敗戦を記録。以降、1994年まで4年連続で開幕投手を務める。また、 初のオールスターゲーム出場を果たす。1992年に、ロッテ球団は、本拠地を川崎球場から千葉へ移転し、球団名も千葉ロッテマリーンズに改勝。新監督として、八木沢総六が就任した。同シーズン、小宮山は8勝15敗と前年同様負け数が2桁に、達してしまい、パリーグでは1972年から1973年、 東を治む以来となる2年連続リーグ最多敗戦投手となった。1993年は開幕戦の関東勝利を皮切りに開幕から6試合連続関東勝利というプロ野球史上初の記録を達成。4月度の月間 MVP を受賞。しかし、その後は6連敗を喫してシーズン成績は自己最多の12勝を挙げたが14敗で負け越しに終わる。 1994年はに完封するものの、金属疲労による不調と、右肘痛に悩まされ、プロ4年間で最悪の成績に終わる。壮大の大先輩、広岡達郎 GM から、叱った激励,励された。1995年は前年とは、打って変わって、プロ通算でも最高の勝率を記録し、 この年のロッテ三本柱の一角を担い1990年代唯一の A クラス入りに貢献する。この年はボビー・バレンタイン監督の下でメジャー流の調整を学んだことが好成績につながり、投球の面白さや深さを改めて感じたという。江尻両監督が就任した1996年はシーズン通して先発は担ったものの8勝13敗と負け越し。 防御率は4.54に終わる。シーズンオフの契約公開では、チーム日本人初の複数年契約を結ぶ。近藤昭人監督が就任した1997年は3本、柱だった、イラブ・秀樹エリック・ヒルマンの対談もあり、3年ぶりに開幕投手を務め、球団では、村田長治以来2人目となる、無四球完封で開幕戦を勝利する。 8月に3勝0敗、防御率0.77の成績で、月間 MVP を受賞するなど活躍し、同年は、キャリアハイの防御率2.49で最優秀、防御率のタイトルを獲得。10月6日の対オリックスブルーウェーブ戦の登板を、生涯のベストピッチとしており、すべての球が寸分違わず、狙ったところに行き、8回を無四球無失点、飛安打2で抑えた。 1998年も開幕投手を務めた。同年チームは6月13日から7月8日まで18連敗をしたが、その悪夢の18連敗を翌7月9日のオリックスブルーウェーブ戦でストップさせたのは小宮山である。くしくもこの試合の最後の打者となったのは前年までのチームメイトでトレードによりこの年からオリックスに移籍してきた五十嵐秋人であった。 なお連敗の始まりとなった6月13日の試合の敗戦投手も小宮山であり対戦相手も同じくオリックスであった。この年は11勝12敗の成績を残したがリーグ最多の101失点を喫した。山本康二監督が就任した1999年は7勝に終わる。オフに FA 権を行使する意向を球団に伝えたところ、同一リーグに移籍しないことを条件に、球団からは FA 保障のかからない自由契約を提案される。ロッテ時代の1990から1999年の10年間に、プロ野球で最もアウトを取った投手であったが、一度、ロッテとは他元を分かつことになった。曲折あり、な憶測を呼んだが、メジャーリーグ移籍を視野に入れ、 横浜ベスターズに移籍。2000年は前半戦で8勝を挙げながら、オールスター以後は勝ち星がなく、8勝11敗、防御率3.96の成績に終わる。2001年は、自身7度目の開幕投手を務め、チーム最多のシーズン12勝を挙げ、7月に通算100勝、9月に2000投球回を達成。シーズンオフに、トニーやたを代理人として、 FA 権を行使した。2001年12月1日に、ボビー・バレンタインが監督を務めるニューヨーク・メッツと1年50万ドルで契約。2002年は和製、マダックスと地元紙に評価され、メジャー初登板も救急で三者凡退に抑えるが、メジャーの打者のパワーに圧倒されて打ち込まれることが多くなった。ガレージのシャッターを下ろす際に、 右手中指を切るなどのアクシデントにも見舞われ、シーズン途中に2度にわたって、マイナーリーグに降格したほか、恩人のバレンタインも同年限りで監督を、更迭された。同年は25試合に登板したものの、すべて中継ぎ登板で0勝3敗。防御率は5.61の成績に終わり、メッツは翌年の契約を締結しなかった。本人は、メジャーリーグでの1年間は、 ハングリーさに欠けてしまい、まるで観光客気分で望んでしまったと反省の弁を述べている。2003年1月15日までに MLB 球団から声がかからなかった場合は、横浜復帰を希望していたが、当時の監督、山下大輔は、若い選手に経験を積ませられなくなるとの理由から、小宮山獲得を考えておらず、球団社長、大堀隆も1月15日に、小宮山へ、 山下監督の戦力構想に入っていないため獲得できないと伝えた。このため横浜復帰を断念し、米球界で先発として契約できなければ現役を引退する意向を明らかにしたが、その後も現役続行を希望し、現役投手の肩書きで野球評論家を務めながら現役復帰を目指してトレーニングを続けた。なお同シーズン中にはトレード期限までに、 NPB の複数球団から獲得の打診があったが、同年11月30日までに、横浜以外の NPB 球団で復帰すると、獲得球団が横浜へ保証金を支払わなければ、ならなかった事情もあり、同シーズン中は、国内球団との契約には至らなかった。しかし2003年オフには山本に代わり、バレンタインがロッテ監督に再就任したことに加え、 横浜からの FA 移籍から2年が経過した同年12月1日以降は、横浜への保証金支払いが必要なくなったため、ロッテは小宮山に選手契約を打診した。これを受けて、同年12月1日に1年契約、年俸4000万円、背番号14でロッテと契約を締結し、1999年以来となるロッテ復帰を果たしたが、 2004年シーズンは先発で3勝4敗と、往年の活躍を見せることはできなかった。2005年は自ら敗戦処理を買って出て、チーム31年ぶりとなる、リーグ優勝、日本一を支える。また、アジアシリーズでは、中国代表のチャイナスターズ戦に2番手で登板し、5回を3アンダム失点で抑え勝利投手となった。なお、同年以降は、 自軍が大量リードをされている展開でのロングリリーフが中心となった。これは監督のボビー・バレンタインの将来性のある若い投手に敗戦処理をさせても意味がないとの持論が反映されたものであった。このような起用法に自身のプライドからことを唱えるベテラン投手もいる中で小宮山は自分の役目を淡々と担っていた。敗戦処理だけでなく、 延長戦など緊迫した場面を任されることも多かったが、これも若い投手がさよなら負けで大きなショックを受けてしまうのは良いことではないという監督の持論によるものであった。2006年は24試合に登板し、防御率4.63の成績だった。2007年4月21日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦に5回途中から登板して、氷リーフを見せ、 三年ぶりとなる白帽子を挙げた。続く24日の対北海道日本ハムファイターズ戦では7回に四万塁同点に追いつかれた場面で登板し、3球でアウトを奪う。8回には自軍が逆転し、わずか3球で2試合連続の勝利投手となった。40代の投手が2試合連続で勝利投手となったのは59年ぶり2人目という新記録であった。同年は 自己最多となる41試合に登板。同年に吉井正人が現役引退したことからパシフィックリーグ最年長投手となった。2008年は33試合に登板するも防御率5点台と安定感を欠いた。2009年は中日ドラゴンズの山本正が持つ最年長セーブ記録の更新を目標に掲げ臨む。しかし、 早々に一生を挙げたものの防御率10点台と低迷、5月に2軍落ちとなった。そして9月20日、シーズン終了をもっての引退を表明した。球団は、コーチの席を用意して移住したが、外部から野球界に貢献したいと辞退し、退団を決定。10月6日、千葉マリンスタジアム最終戦の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦が引退試合となり、 5から2で迎えた9回表に思想者2類で登板し、代打セギノールを右比に打ち取り試合終了。2009年当時としては、史上最年長記録となるセーブをたった1球で達成し、現役生活を締めくくった。試合は、バレンタイン監督の日本での最終試合でもあり、まさに、ボビー・バレンタインと共に歩んだ野球人生だったと評された。試合後、 雨が降りしきる中で、バレンタイン監督の退任式に先立っての引退セレモニーが行われた。11月23日、ザ・プリンス・パーク・タワー東京で開催されたチャリティ・フォーラム、ありがとうボビー・バレンタインさん、小宮山悟さん、ウィーラブベースボールにおいて、史上最年長ーブ記録を達成し2009年最後の登板となった試合で着用した帽子、ユニフォーム上下、グラブに、 史上最年長制部記録達成2009年10月6日と書き加えチャリティに提供した2006年に早稲田大学大学院スポーツ科学研究科に入学し投球フォームに関するバイオメカニクスを専攻学生とプロ選手の二足のわらじを履いた2008年に修士号を取得学位論文は野球競技におけるゲーム分析結果の試合への活用方法 2010年からは野球解説者として活動し、テレビ東京、J スポーツ、FOX スポーツジャパン、NHKBS1 のメジャーリーグ中継、ゲームプロ野球スピリッツで解説を務めるほか、日韓スポーツの野球評論家も務めている。2014年、日本プロサッカーリーグ理事に就任。同級生のプロ野球選手、コーチスタッフで構成する、プロ野球昭和40年会のメンバー。 オフには、古田厚也、吉井正人、中田浩二、山本正、広大佐を、星野信幸ら40年会メンバーと、中村則り小笠原道弘、三浦大輔らをメンバーとする、プロ野球昭和48年会と、合同でイベントを行っている。2019年1月1日付で、母校の早稲田大学野球部監督に就任。2020年11月8日、首相で、 エースの早川隆久を要し、勝った方が優勝という総計戦で、慶応義塾大学を下し、10シーズンぶりの東京6、大学野球周期リーグ優勝を達成。勝利監督インタビューでは、インタビュアーが、10年ぶりの優勝と誤った質問を、しようとしたのを遮り、5年ぶりですね。10シーズンなんでと冷静に訂正したが、死と仰ぐ石井連造の野球連動入りと同じ年に、 優勝できたことについて問われると一気に歓喜はまり、涙を流した。投手としては非常に多彩な球種を持つ部類に入る。ストレートは時速1 4 0トル以下で決して速くはないが、非常に器用な投手であり、後日のシェイクをはじめ、スライダー、カーブ、スプリッター、チェンジアップ、カットボール、シンカー、シュートなど、 ほぼ全球種を平均よりも高い水準で使いこなす。投げようと思えば、すぐに投げることができたと、シェイク開発のエピソードを語る際にコメントを残している。このように器用な投手であり、非常に多様な球種を持ちつつ、制球力も非常に優れており、両者が噛み合うときは、相手チームがどのような強力打線であっても、緩急球みに翻弄する、鮮やかなピッチングを見せた。 しかし投球にややムラがあるのが最大の難点であり、請球がたまに混乱し、力押しのピッチングとなると、下位打線にも打ち込まれることも少なくなかった。また、実はスライダーには自信がなかったと NHK の取材に実回している。このように、豊富な球種とコントロールで打者を打ち取る投手というイメージが強いが、プロ入りして4から5年ほどは、 荒れ玉の速球を武器としていたタイプで、球速も時速140キロメートル半ばから後半までは常時、計測していた。ロッテに復帰した2004年は先発だったが、2005年から中継ぎに転向した。中継ぎ転向後は安定間抜群と言えるほどの投球内容ではなかったが、配線処理を自ら買って出るなどプライドを捨ててでも、チームに貢献しようとする姿勢を見せた。 一郎が最も打ち崩したい頭脳派投手として小宮山さんと高く評価していた。2005年に新魔球、シェイクを開発した。シェイクはボールを人差し指と中指の2本の指で挟み、通常の投球フォームとは明らかに違う、球を押し出すようなフォームで投げる。フォームが違うことや揺れることはナックルに類似するが、球速が時速 80km 程度まで抑えられている。 当時の監督、ボビー・バレンタインは誰もあの球は打てないだろう。スネークのようにシェイクする。左右だけでなく前後にも動くようだ。振ろうとするとタイミングが違うので腰を痛めるとナックルとは違い独特な変化をすると証言している。交流戦では古田敦也がこの球を空振りした。2006年には日高強に対し4球連続で シェイクを当時空振り三振に仕留め、球場を沸かせた。このシェイクは、千葉マリンスタジアム特有の浜風で揺れていると言われることがあるが、2005年の2月21日の鹿児島キャンプで、シェイクを原井和也に使用し、補助費に打ち取っている。また、同日、里崎智也からも空振りを奪っている。しかし、独特の握りをすることから、投げ損じることもしばしばあり。 2005年のシーズン中、投げ損じたシェイクが、ど真ん中のスローボールとなり、西部の中村荒野に、痛烈な本塁打を打たれた。小宮山は後に、揺れなかったのであれはシェイクではないと語っている。2006年、シェイクと同じフォームから、およそ時速110キロメートルの速球を投げ込む、フェイクを開発している。これは、ゆったりとした。 独特の投球動作で打者にはシェイクを投げることを予感させながら異なる球種で投げるという投法である。メディアにフェイクと取り上げられる前にこの投法で西部の和田和弘から三振を奪っている。2007年シーズンは投球練習では披露することは多々あったものの実戦では6月14日に一度使用したのみ。シェイクは大差がついた試合でファンに披露する。 いわゆるサービスボールであり、2007年の小宮山は、緊迫した場面で登板する場面が多かったからだと、言われている。2008年8月27日の対日本ハム戦、9回表、0から1ビハインドの場面において、飯山博しに流れを変えようと2球連続で使用したが、1球目こそ、そこそこ変化したが、2球目が、ど真ん中へのスローボールとなってしまい、 痛烈な二塁打を打たれている。飯山は自分にスローボールを意図されずに投げられたからか、二塁打を打った後の塁上で怒りの表情を見せていた。この場面は2008年のチンプレイとして取り上げられた。ありがとうございます。